昆明市の衛星画像昆明市の中心部後、各高科外昆明市は中華、人民共和国雲南省の省都であり、雲南省の政治、経済、文化、交通の中心地である。また1400年の歴史を有する国家歴史文化名城でもある。765年に南省の宅登場として歴史に姿を現し、1276年に元朝に征服された後、 昆明の名が始まった。14世紀に民に征服され、城壁都市が築かれたのが、今日の昆明に続く。七市かつく、一県級、市三県、三次治県を管轄する。昆明市、編集都市化が急速に進み、近代的な建築と古い街並みが混在して残る。昆明市五角議論千区、編集東川高区、編集東川市、編集。 石林の風景石灰岩の侵食地形は、マダガスカルのチンギに似る、雲気高原中部に位置し、市内の海抜は1、891メートル、三方を山に囲まれ、南は天地と呼ばれる大湖に面する。天地の西は西山森林公園になっている。南東100キロメートルに石林というガルスト地形の継承地がある。 サバナ気候地帯の井戸にあるが1891メートルの高原に位置するため温帯化う気候に属する。年間平均気温は摂氏15度で冬は温暖で夏も涼しく中国で最も快適な気候にある都市とされこらい春城の衣装を持つ。1月の平均気温は8.9度、7月の平均気温は20.2度、年光水量は920ミリメートルである。 新喜び館混迷調水国際空港混迷調水国際空港が2012年6月28日に開港し中国でも有数の国際空港の一つとなっている。名古屋、中部国際空港大阪、関西、ヤンゴン、バンコク、シンガポールなど国際線8路線、香港、北京、首都、上海、ホトなど国内線40路線が乗り入れている。また、 省内の C3 パン7度を結ぶ7路線もある。昆明付加国際空港は、2012年6月27日を、もって閉鎖された。昆明南駅昆明機動交通1号線の、車両1号線、環状南度駅昆明南駅、大学城南駅間。2013年5月20日開通。2号線、環状南度駅北部汽車団駅間。 2014年4月30日開通。3号線、東武汽車端駅、西山公園駅間。2017年8月29日開通。6号線、東武汽車端駅、非常中心駅間。2012年6月28日開通。国道を走るバス路線も、省内各地のほか、ミャンマーにも乗り入れる。 市内幹線道路世界卓球選手権で優勝している小息旨によって中国のスポーツ強化拠点に選ばれており、日本のマラソン選手もコーチトレーニングでしばしば利用している。ありがとうございます。